皆さんはスタンフォード監獄実験について聞いたことはありますか？1971年8月、アメリカの名門スタンフォード大学でとある実験が行われました。その実験は囚人と監視役に分かれて刑務所を舞台にして生活するという単なるおままごとのような実験。当初できるだけ長期的に観察を試みようとしていたスタンフォード監獄実験なのですが、この実験はなんと7日間で終了せざるを得ない状況になってしまったのです。これだいぶやばいですよね。長期的に実験をしようとしていたのにたった6日で実験が終了してしまうって一体どんな実験なのでしょうか。まずはこのスタンフォード監獄実験を行おうとしていた人間とそのスタンフォード監獄実験の内容について見ていきたいと思います。実験の始まりは心理学者のフィリップ・ジンバルドーの人間はその役割に合わせて行動してしまうのではないかという仮説を検証するために行われました。まず囚人たちはパトカーを用いて逮捕され、指紋採取、その後看守たちの前で脱税させられてシラミク除剤を散布させられました。さらに囚人役の人間には軟禁錠がついた金属製の鎖が巻かれ不快感を増加させたりしました。一方の看守役にはサングラスを着用させ囚人から表情が読まれないようにしたり、囚人を深夜の2時に起床させるなどの行為も許されていました。すると初めは乗り切れなかった看守役たちも次第に誰かに指示されるわけでもなく自発的に囚人たちに罰を与え始めるようになっていきました。その罰に対して抵抗を示した囚人たちはヒートアップしていく監視役の手によって倉庫へ監禁させられたり、トイレではなくただのバケツへ排泄をするように強制されるなどの罰を受けるようになっていきました。どんどんヒートアップしていく実験なのですが、この先もっとやばいことが起きてしまいます。この時実験の主催者であるジンバルドーはどのような判断を下したのでしょうか。それを見ていきたいと思います。これらの行為に耐えかねた囚人たちは実験の主催者へ中止を求めますが、実験を止める気配は全くありませんでした。しかしそうしている最中にも看守による囚人への暴力はこれだけでは止まりません。囚人はその後も素手で便器掃除を強制されたり、ことあるごとに囚人へ暴力を振るわれるようになっていきました。この頃実験の主催者であるジンバルドーは実験をやめるどころか実験のリアリティさに飲まれて続行をしようとします。しかし主催者の一人であるカウンセラーの一人が囚人の家族へ助けを求め、その家族が弁護士を連れて中止を訴えることでやっと実験が中止されました。この間なんと6日間のことでした。しかしそれ以上に驚くべきことは監守役たちの発言。囚人たちへの暴力が問題となったこの実験はもともと長期的に行われる予定でした。しかし6日間で終了宣言を告げられた監守役の人間は当初と話が違うと続行を望んだのです。この監視たちの発言やばいですよね。当初と話が違うと言って実験をもっとやりたいというような感情になってしまっているんですね。それほどこの監獄実験は人間に与える影響力が大きかったということなんです。ではこのスタンフォード監獄実験でどのようなことが分かったのか、2つのポイントについて解説していきたいと思います。そしてこのスタンフォード監獄実験により2つの事実が判明しました。それは権力への服従、そして非個人化という事実です。権力への服従とは権力を持つ人間と持たない人間が関係し合うと次第に権力者は理性が効かなくなり暴走してしまうということです。そして非個人化とは元々の性格とは関係なく人間は与えられた権力や役割に応じて暴走してしまうということなのです。例えばクラスでおとなしい性格の友人がクラスのリーダーや学級委員長の時には偉そうになったりすること、これは権力への服従が起こっている状態と言えます。逆に友達の前では偉そうな友人がお父さんやお母さんの前ではおとなしいというのも権力の服従と非個人化が影響していると言えます。つまりスタンフォード監獄実験では普段おとなしい人間でも監視役などになってしまうと暴力を振るう人間になっていったり、権力への服従と非個人化が現れる良い実験となったのです。スタンフォード監獄実験の終了後暴力による後遺症を持つ被験者もいましたが、10年後には後遺症を持っている被験者はいなくなったということです。